はい、こんにちは。パーカッションの高見です。ゼロから始めるパーカッション。カバサ編。この動画ではカバサのロールのやり方について解説していきます。これ結構知りたい方が多いのではないかと思います。で前回までの動画では、このカバサを回転させて擦って、ザッザッザッと、キレのいい音でリズムを刻んでいました。で今回やりますロールはですね、ザーっていう長い音になります。 で、リズム楽器としても短い音と長い音が出せてしまえばですね、表現の幅はめちゃくちゃ広がりますよね。ちょっとやってみますけど。 みたいな感じでですね。ま、自由自在に演奏できますと。で、なんとなくこう、あのヨ、ーヨーとか、剣玉みたいにですね、感覚的に、直感的にできてしまう方もいらっしゃるとは思うんですけれども、この動画ではですね、なるべく誰でもできるように再現性の高い方法で解説していきますので、参考にしてみてください。はい、では早速やっていきましょう。持ち方は今まで通りです。親指と人差し指でグリップを持って、残りの3本指は添えるだけです。 で今まではこの肘から先、前腕とカバサを一直線上にしていました。で、この鍵の開け閉めの動きで、カバサを回して鳴らしていました。で、この動きのままでもですね、こう、クイッ、クイッと勢いよく回せば、ザーッというちょっとロールっぽい音は出せるんですけれども、あんまり長くならないんですね。なので、この回転の動きをちょっと工夫します。 どうやるかと言いますと、まず、この持ってる親指側を上にします。上向きに持って、このままですね、手首を親指側にクイッと倒します。こういう感じですね。これで回転の軸を少しずらしてあげます。今までこうだったのが、こうですね。クイッと上げてあげる。まあ、こう、いいねってやる感じで。上げてあげて、ただこのままこの前腕を回転させても、 こう、カバサがですね、あっちゃこっちゃいっちゃうだけなので、一旦ですね、この回転の軸っていうか、視点を定めます。それはどこかというと、このカバサの上面の中心部分ですね。このこっちがあるところ。ここを回転の視点にします。ここを固定した状態で、こう、その他の部分をですね、動かせて、カバサを回します。動きとしてはこういう動きですね。 このグリップ側が下にある状態からこう上に持ち上げてあげるような動きで回ります。手の動きとしてはですね、こうグッとからバッとに切り替えるような感じで腕を回してあげるんですけれども、この時視点が小指側になってしまうと親指側が回りますよね。ただ親指側をこう視点にすると、 今度は小指が下から上に上がりますね。この違い分かりますかねこっちを軸にする回転とこっちを軸にする回転は違うっていうことですね。で、ロールウやアときはこの親指側の方を支点にして小指を下から上に持ち上げるような動きです。はい、ではちょっと慣れるためにですね、この視点の部分を空いてる方の手の指で支えます。で、この状態で かばさを、回す練習をしてみてください。で、持ってる方の手の意識としては、小指ですね。小指側を下から上へ持ち上げる感じ。クイッ、クイッと。小指を下から上へ、下から上へ、下から上へ持ち上げる。 こう、ザーッと、なるべく長い音が出るように少し勢いをつけて、動かしてこの感覚をつかんでください。で、こう、一回手が持ち上がってしまいましたらですね、次やるときは必ずまた元のポジションまで手を戻してあげてください。つまりこの小指がですね、下を向いている状態から始めて、下から上と動かしてほしいんですね。 で、また上に持ち上がったら元に戻す、下から上、戻す、下から上、と練習してみてください。で、こう上げたタイミングでですね、ザーウ、ザーウってちょっと長めの音が鳴らせるようになりましたら、今度は小指を上げると同時に肘も上げます。こういう感じ。 こう肘も使うことによって、より大きな回転をカボサにさせてあげることができます。今この動画のですね、僕のこの小指の位置に注目してください。こんだけ移動距離があるってことですね。ここから始めて、下から上と。ここまで動いてると。で、こんだけ動かせばですね、もうかなりの回転を与えてあげることができる。 で、このザーっていう音がですね、なるべく長く続くように、この回転の速さを調整してあげます。で、もうこれぐらいですね、回るようになれば、あとはもうこの視点を外してあげれば、これがロールになります。 はい。一応、理屈を解説しますとですね、カバサっていうのは、このビーズ、ジュズが、このデコボコの断面を、擦ることによって音が鳴ります。言い換えるとこれはすなわち、デコボコの座面上をビーズが移動していると。ビーズの移動が起こると、音が鳴りますと。で、ちなみにこのカバサを超ゆっくり回転させてみてください。 超ゆっくり回転させると、これ音鳴りませんよね。え、それはそうで、この凸凹のね、画面上にビーズが乗っかった状態のまま動いてるわけですね。で、こうするとビーズの移動が起こらないので、音が鳴らないと。ただ、こう、回転の速さをですね、一定以上にしていくと、音が鳴り始めますと、ね。 こう、でこぼこにビーズが乗っかっていた状態から一定以上の速さにしたことによって、外れたんですね、ビーズが。そして移動が起こり始めたことによって音が鳴ると。で、この、音の長さなんですけども、移動の距離が短いと音が短い。移動の距離が長いと、ザーッと音が長くなりますよね。で、このロールをやるときには、 音がザーっと長くなってほしいわけなので移動の距離が長くなってほしいというわけです。まとめると、かばさでザーっと長い音を鳴らすためには一定以上の速さで回転させてあげる必要がありますと。一定以上の速さで回転させてあげることによってビーズの移動が始まって音が鳴ると。でかつここからですね、ビーズの移動距離が大きければ大きいほど、たくさん移動すればするほど音の長さ、ザー。 長くなりますと。なので、この条件2つ満たせば長いロールができるということになります。で、今までは、この前腕ですね。前腕とカバサが同軸上にあって回転させていたので、移動距離はまあせいぜいこれぐらいだったんですが、回転のですね、軸をこうずらしたことによって、同じ回転でも、 この移動距離が長くなったんですね。まあこれちょっと難しいんですけども、まあたくさん動かせるようになったと思っておいていただければ。で、ここからかつこう小指を大きく動かしたり、肘を上げたりすることによって、さらにたくさんの移動距離を動くようになったので、 より長いロールができるようになったということです。で、この理屈でいくと、カバサのサイズ、直径が大きければ大きいほど、ロール、特に長いロールがやりやすくなります。なんでかというと、同じ分だけですね、回転させても、この K が大きい方が移動距離が大きくなるんですね。反対に K が小さい、直径が小さいカバサだと、この移動距離が小さくなるので、ロールが難しくなります。 で、実際ですね、これよりも、えー、ちょっとこういうふうに、ちっちゃいカバサだと、ロール、やりづらいです。できないことはないんですけども、こう、すぐ止まってしまいますし、まあ、コントロールが難しいと。で、反対に、ちょっとこう、K が大きいカバサだと、実はめちゃくちゃロール楽です。 なのでこのカバさんのサイズによってもロールの難易度っていうのが違うっていうことを覚えておいてください。で、なんでこんな長々説明してるかと言いますと、この回転と移動距離の条件さえ分かってしまえばですね、実は今までこうダウンの動きしかやってなかったんですけども、これ反対のアップでもいけるんじゃないっていう話なんですよ。つまり、こうですね。 えっと、こっちがダウン。で、こっちがアップ。ダウン、アップ、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 ダウン、アップ。まあ、これ、プロでも <laughs> やってる人見たことないんで、まあ、これができたからどうだっていうわけではないんですけど、一応理論上はできますんで、極めたい方はですね。ぜひトライしてみてください。 はい。というわけで今回はカバサのロールについての解説でした。いかがでしたでしょうか次回はこのロールを取り入れたリズムパターンというのをやっていこうと思っておりますので、この動画を見てですね、まあ、練習してもどうしてもロールができない、何か疑問、質問があるという場合はコメントいただければですね、何かしらヘルプができると思いますので、よろしくお願いします。はい。この感じでこのチャンネルではパーカッションのレッスンや情報発信などいろいろしておりますので、参考になりましたらぜひ高評価、チャンネル登録、シェアなどよろしくお願いします。 それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。